で最終的にこの買った人が先ほどの毛利さんのところのみかんジュースを届けてもらったとします。そしたら、いやもう山下さんからこの前いただいた、もうねもう気使わなくていいのにお祝い返していただいたみかんジュースよかったわよ、このよかったわよっていうのをこの人は欲しいんです。もう一回いきますよ。このみかんジュースを買った人、このみかんジュースを買った人はみかんジュースが欲しかったんじゃないですよ。旦那に相談しても旦那が相手にしてくれない。だけどね、お祝いしていただいたからお祝い返ししなきゃいけない。お祝い返しでなんか3000円から5000円でいい品物ないかな。できればそのお祝い返しをした後に、ああもう山下さんこの前いただいたうち祝いにも気使わなくていいのに、でもあのみかんジュース素敵だったわ、美味しかったわよっていうのを4600円で買うんですよ。わかりますか？みかんジュース買ってるんじゃないですよ。よかったわよっていうこれを買ってるんですよ。それを我々は作らなきゃいけないんです。これを価値を作るということになるんです。みかんが余ったから、ジュースにしましょう。付加価値を立てる、付加価値を作るためにみかんが余ったのでみかんジュースをして6次化しましょうって。なんじゃそりゃ。やめてくださいよ。そういう全く意味のないこと。これも一瞬一緒ですよ。みかんをジュースにしてるんだから。だけど意味が違う、価値が違う、喜ばせ方が違う。よっしゃって。ここ。じゃあ最後。本当に売れる魔法のようなテクニック。ここで魔法のように売れるためには、この先ほどのみかんジュースを作った方が買って買って買ってって言って売れてるんじゃないよね。インスタで、うわこの人の商品良かった。いいなと思ってクリックして買いましたよね。ところがそれはただ1回売れただけ。これが売れ続けるには1本が100本、100本が1000本、1000本が5000本売れるためには何が必要なのか。それが人の噂なんです。これがブランディングなんです。知ってる？丸々店の店美味しかったよ。丸々店の店が美味しかったよ、丸々店の店が美味しかったよって書き込みなんです。レビューなんです。ここが、これマーケティングなんです。ここまで立てつけるとですね、1本しか売れなかったみかんジュースが2年後3年後にはなんと4000本売れるようになったんです。